発言してください。いいっすね。最近言ってることがあって、あの捏造はあのやめましょうっていう、あのね、めちゃくちゃ捏造されるんですよね。特に1番2番になった時にね、あの私だけが捏造されるんだよね。あの捏造するのって、あのそこから捏造してきたからしろとかなんとかっていう話じゃなくて、捏造したらそこで話が食い違って議論時間が無駄になっちゃうんだよね。それってすごい狼入りがあることなんで、村なら絶対に捏造はやめてください。しっかりね、聞きましょうね。しっかり聞いて、で、そして村の人はね、あの、聞き間違いがあった場合は、指摘して、助け合って生きていきましょうね。っていうことが言いたい。ね。はい。捏造絶対ダメ。聞き間違えたら、まあ仕方ないけど、誰かが指摘してあげましょう。捏造ダメ、絶対。9番。これを言うことによって議論が捏造するしないの話になるっていう。はい、発言します。まあ、正直2番目の1ですが、まあ、八幡さんが話題を提供してくれたので話していくと、そうだな、捏造自体はもちろんね、なんだろう、してほしくないし、自分自身も、まあ、自分自身はどうだろうね、村だった場合その把握漏れっていう判断になるんだけれども、しないようにはしているけれども、仮に八番さんが村だった場合、人外っていうのは3人いるわけだから、その人外っていうのは確実に八番さんが村だった場合は、発言をねじ曲げないと、普通にやったら勝てないと思っています。だからそれを、まあ、僕自身も判断していくし、八番さんも判断してほしいんだけど、その人が捏造をしたくてやっているのか、それとも村人だけれども思考が追いついていないことで、曲がった捉え方をしているかっていうのを判断するべきじゃないかなと僕は思いました。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番つば九郎村人 J です。まあ、8番さんに捏造は嫌ってことで了解しました。9番さんに関しては、8のその捏造が嫌って発言に対して、別にそこまで今後なんだ触れなくていいんじゃないって、そうか分かりました、了解です、8番さんぐらいでとどめたらいいんじゃないかなと思ったけど、9番さんまでそうって言っちゃうと、この後の発言すべて、そうだね、捏造がうんぬんうんぬんと話し続いちゃうと、色が落ちない一周目の村ってなっちゃうから、正解。あんまり9番さん視点でそこを話してるのって、結構村利はないかなって思ったかな。正解です。ただ、だからって9番さん黒くはないけど、現状、色はつけらんないけど、8、9だった場合っていうのは、9番さんの印象がちょっと悪いかなって思った。無理やりだけど。以上です。2番のプレイヤーは、発言してください。占い師三四郎、占い師三四郎、一番さんがなんか一番共感できたかなと思う。まあ捏造の話をそんなひなんか広げても理由がないっていうのは思ったから、うん、まあ一番さんに同意ですね。くらいかな。まあ捏造はない方がもちろんいいと思うけどって感じかな。役は普通に出てほしいですね。占いたくないんで。狩人も霊能者も出てほしいです。こんなところ。3番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。1番さんに白が出てます。1白、パークお願いします。太鼓の2番さんについては、内訳はちょっとわかんないかなって感じですね、まだ。8番さん、9番さんについては、まあ、進行論というところで、ここも2周目だと思ってますが、私は9番さん印象良かったですけどね。9番さんって村視点の話だけじゃなくて、人外視点の話もちゃんとしてるんですよね。やっぱり人狼って黒を塗るために発言をねじ曲げたりとか、捉え方を自分の都合のいいように書き換えたりすることがあって、それを承知しながらも9番さんはそこが把握漏れなのか、じゃねじ曲げてるのかを精査しようとしてるから、この人普通に狼探す意欲あるなって1周目の発言で僕は感じましたけど、非常に印象良かったと思ってます。無論色は落ちてないと思ってるけど、できれば村人であってほしいなっていうふうには思いましたね。霊能師さんは出てきてください。カリウドはまあ、基本的には212に関わらず出てきてほしいかなっていうふうに思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。黒だね。はい、村人陣営です。しようともございません。2番さんが3白、3番さんが1白を把握いたしました。直近に言えばもう2番さんのシーンなんかなくないって思うんだけど、その理由なんだけどさ、2番さんっていうのは、まあ、偽の理由なんだけどさ、霊能どうすればいい話かな、釣り切るのか、決め打ちなのかっていう話だ。そこの何も丸一つ精査しないっていうのは、
2番さんも、もう芯見られないかなと思ってんだけど。出た謎理論。もう別にもうグレーが一番黒い方を釣って、それでも2番さんのする進行でいいかなって、3番さん芯でいいんじゃないかなと思ってんだけど。この場面、普通に2番さんの芯全くないかなと思ってる、その発言精査比べたら。3番さんが芯に見えます。はい、それだけですね。で、少なからずとも8番さんと9番さんに限ってはもう2周目次第だと思ってるし。ぐらいですかね。5から7にもう人狼いるじゃねえのか、相方。はい、以上でーす。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。あら、4番さんなんで6は省いたんでしょうか。6番さんの色知ってるんですかね。5から7って言ったの。状況的に2の新芽がないかなって思ってるから、2が3白、3が1白だから、2ロー3新のケースの方が俺は高いかなと思ってる。ただ4番、まあ4番が、2の芯はないって言って、今日グレー詰めて明日2ずるって言ってるけど、まあこのまま3芯進行が続くようだったら仮度は絶対3護衛してね。4みたいな人が続いて、2番が狼の時全員2番のラインを切った場合、3が噛まれちゃったら、全くライン切りしてるやつがただただ強くなっちゃうから、2が芯ってみんなが言い張るんだったら絶対、カリド3番守ってくださいと思ってます。8,9 は別にわちゃわちゃしてるだけかなっていうくらいの認識です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、私が真のライン氏で5番さんが白と出てますね。5番さん白、いいね。まあ、となる、まあ、2番目線、まあ私盤面では強靭ですね、これ。まあ、私カリド出そうとしたんで、まあそれは強靭なんだね、これ。でも3番がほぼローでしょう。まあただローなんですけど、まあ1番にしようでしょ。確かにその9番さんにアドバイスしたことはまりかし的確じゃないですかね、1番の。1番が8番にちょっと触れすぎですね。何言ってか、毎回わかんないですね。まあ3、1ローはないと思いますね、これ。3番は、わりかし、覚悟値を持って白打ってないですね、これ。まあ、追加なし、あ、なしですね、これ。はい。7番のプレイヤーは、2が強靭で3黒だったら3が出る意味なくね、はい。おはようございます。占い3仕様の盤面。4番さんと5番さんに関しては、早くももう2の芯は切っていいんじゃないか。4番さんに至ってはもう2の芯は絶対ないだろうっていう感じ。で、5番さんももう2番さんの芯は切ってもいいんじゃないかと発言で、6番さんがそこで占い師と出てきたが、6番さんの発言も正直今のところ微妙といった感じかな。で、2番さんの芯をなんか4番さんと5番さんは切るみたいだけど、まあ、確かに2番さんの発言は軽かったから、2の芯切ってもいいんじゃないかって発言はまあ、ほぼほぼ同意ではあるけど、まだはっきり言って芯を切れるよ確定要素というものを拾えてないから、2の芯切りはちょっと暴論かなと思ってるかな。確かに3が芯に一番俺も見えてるのが現状ではあるけど。で、6番さんに関しても、ちょっと、6番さんもなんか芯がないかなって感じかな。ちょっと2周目ちょっと話す時間ないから。8番のプレイヤーは発言してください。あ、レースラ。普通の21万目かな。だとすると、6番さんがしっくり来なかったですね。7番さんに、なんかもっと中身話してほしかったんだけどな。時間ないとはいえ、それだったら4号の話はしなくてよかったんじゃないかなと思いますね。6番さんは2が強靭、3がローって見たんだけど、2が強靭で3に白を出して、その3が出てきて、だって3番さんがローだったら2番さんの強靭がわかるわけでしょ、偽結果。で、その後、自分の後に、占い師が出ること分かってて出たということですか。そこがちょっとよく分からなかったです。納得できる理由があれば別だけど。しかも2-1になったってことは、六馬さんの新芽がなくなったかなって感じですね。かな。で、7番さんはとにかく、なんだろう、発言に優先順位つけて話した方が良かったかなって感じですね。6の発言微妙、2の発言は軽かった、2の新切りは、暴論って話してたんだけど、2の発言軽かったとは言ってないですけどね。5番さんは、場面的にって話、状況的に似せって話してたし、4番さんに関しては霊能の話っていうのがあったから、軽かったからっていうのもちょっと視点が違うんじゃないかなと思って、
7番さん怪しいなって思いました。であと5番さん聞き間違えてたんだけど、4番さんは5から7にって言ったよね。多分5か7って多分5番さん聞き間違えたと思うんだけど、4番さんはそう言ってたましたよね。でそうですね。で4番さんの結局2番さんは霊能の話、あでもまあ一回辻褄合ってるな今考えるとな。2が霊能だったら7からいこうかな。9番のプレイヤーは発言してください。ちょっと早く言ってくれよ。はい、発言します。7番さん、カリウッド。現状、36の審議については、まあ、2周目を聞いてからかなと思っていますし、まあ、2番さんの例のスライドで位置隠してっていうのは良かったかなと思っています。現状、僕、役職を除いた4番さんと8番さんから、とりわけ黒要素っていうのは取れてません。うん。4番さん視点であって、2が、3に白を出している状況で、3が1に白を出て、占い師を出てきた場合、で、なおかつ4番さん自身が、役職の話をしなかった2番さんを偽視するっていうのは、4番さんが村でもすると思うし、仮に狼だとしてそこまでその発言をするかなっていうところで、来る様子が全く取れないというところと、今の8番さんの話から、7番さんを釣り押す、まあね、結果的に7番さんも彼出てしまったけれども、7番さんを釣り押す要素っていうのは、確かに薄いは薄いんだけれども、かといって8番さん自身は、4番さんの言っていた5から7っていう要素とか、まあ取れるところは取っているから、話はよく聞いてる人なんだなと思いました。そうすると、1か5に黒どちらかいるのかなっていう感じになるんだけれども、1番さん自身で僕が8番さんの話に触れまくったところを叩くっていう目線は普通にありかなと思っている。5番さん自身は4番さんのその強気な発言に対してどう思ったのかなっていう話を話したかったかなと思うけれども、1号で比べた場合は1より5の方が黒いかなと思いました。48から黒要素取れないっていうのは結構僕は村自身の考えだけど結構弱いかなと僕は今ちょっと思っちゃっています。1番のプレイヤーは発言してください。もう圧倒的に3が死んだと思うんだけど、それでも9番さんって1号どっちかにいるって1号の精査をしようとしてたんかな。だったら9番さんって言ってることちょっとわかんないなと思った。言うてることは結構正しいことは言ったんだ、正論は言ってるんだけど、どっちを結局死んで見てるかって発言なかったから9番さんで結局2周目って白っぽい色はなかったかなって感じかな、ね、自分が狼で自白してるみたいな。8に関しては狼はなかったんだけど、釣り隊長7って提示したことから8って狂人かなって思ったかな。一番なんか白いとこ提示してんなって思った。8番さん狩りで出てるんだけど、8番さんって、一応ね、7番さんか。7番さんって2番の神経は暴論って一応言ってるんだよ、4に対して。で、しかも6番さんも一応神明はないって発言してて、仮に7番さんが狼の時って、まだ2番さんのすらも警戒してて、もしくは2番さんの共鳴を疑ってる状態で、なんかローンの時って、まずその言葉って出てこないと思うんだよね。だから結構7番さんって白く見えたんだけど、そこを釣り寄せる8番さんで結構共鳴ってのは感じたかな。狼はないかなと思ったけど。結構、7って結構、えってなるとこだからね。だから現状今日釣り位置して4か9かでいいかなと思ってる。4に関しては2周目。4番さんに関しては、圧倒的にその3が死んだろうって言ったんだけど、あなた目線でまだ5、6、7って発言がまだ残ってる中で、そこまで決めてる要素は何だったのって思ったかな。正直すり寄りに見えたし、若干だけど、偽ってのが分かってる状態。あ、2、3で新居出てるんだなってバレた場合って4番さんで結構黒いのかなと思っちゃったかな。だから4に関しては2周目だけど、今んとこは4か9どちらかの発言で釣り式みたいかなと思ってる。カリドは絶対3号でいいと思ってる。2番のプレイヤーは発言してください。1番が白く見えるな。4と5ってなんか、なんで俺のシーン切れたのかよくわかんないんだよね。まあ、例の、だから適当にやってたんだけど。なんか、4の、俺のシーンを切った理由って、進行がどうか言わないから死んないって言ってたよね。例の進行言わないから。その切り方、めちゃくちゃやばくないって思って、どういう思考してんのかなってすごい謎なんだよ、4番に関しては。
で、5番もなんか盤面だけで俺の芯を切ってんのが、なんか、早すぎるなっていうか、全然強靭が占い出ることもあるから。ってところで、4と5がすごいよくわかんないなって思ってて。で、4は思考やばすぎて、村でも狼でも切磋できないかなって思って、標準でも。3の方が締め高いと思うな。うん、俺に白出されて出てくるメリットって、まあ、狼だったら 3CO になることが確定して出てきてるわけでしょ。弱いと思うんだけどな。標準だったらそのまま潜伏した方が強い気がするし、で、片白の位置も白く見えるし、5がなんか、俺の視線ぴったりがよくわかんないし、まあ8番さんが7にヘイト向けたのはちょっと謎だったかっていうのはあるけど、まあ4が一番釣りたいかなと思ってますね。3番のプレイヤーは、そうですね、いやでも8番があの時点で7をクロスする理由はわかるけどね。7番って3使用の時点で6番の発言も微妙で、4号が2番のシーンを決め切るっていうのもほぼほぼ同意と言いつつ、結局うーんって言ってて、どこを信とも明言してないから、一番7番が曖昧だなと思ってて、そこから狩人が出てきたから私視点っていうのはすごい助かってます。だから8番の目線は別に僕と合ってんなって思いますけどね。でも5番さんもね、村だと僕は思ってるんですよね。3シーンのケースが高いって言って、なおかつ狩人が出てきて3番を護衛してくれとまで言ってるから、進行の方法までちゃんと提示できてるっていうのは5番さんの大きな村ポイントかなっていうふうには1周目聞いた時点では僕は感じてるので、4か9から行きたいなって感じですね。まあ、4番さんが狼で果たしてあそこまで2番のシーンをもう切って三進進行で行って、なおかつ567にその相方がいるんじゃないかっていう大胆な発言ができるのかっていうのはあるんですけど、まあもしくは9番さん、1周目はすごい良かったんですけど、2周目はなんか1か5にいそうって言ってたのかな。したらもうだって31か56しかないよね、9番視点って。まあ占い進路で置くんだったら。で、48から黒要素取れてないって言ってて、いまいちちょっと視点がぼやけたなって感じなんですよね、2周目の9番さんっていうのは。でも狼だったら、だから現状5と8を村目に向いてて、9か4どっちかから落としたいなっていうふうに思ってますね。まあ6番さんの発言が残ってるんで、対抗のそこら辺も加味して次位置を決めたいなっていうふうには思います。はい、以上。投擲神明だな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、占い心理も見抜きましたね。圧倒的に3番さんが偽です。はい、それだけは言っておきます。その理由俺が弁明言うわ。今日の釣り位置に限って圧倒的な8番で俺いいと思ってる。9番さんの狼は見当たらない。その理由言いますね。9番さんが狼じゃない理由だとしたら、その1番さんの、まあ、対して9番さんに言ってた、その9番さんって言ったのはさ、イチゴの精査だとしたら5番さんが黒いって言ったんだよ。9番さんって1番さんのこと誰も黒いって言ってないんだよ。だから1番さんっていうのはさ、まあ、8番さんが強靭だと思う。4と9どちらか釣りますって発言はむちゃくちゃすぎる。うん。純粋に言えばもうこれ、初日学校に1、3狼だと思ってる。占い師だったら圧倒的に6番さんの方が真かな。3番さんの今の発言はおかしすぎるかなと思ってる。一番さんっていうのは八番さん強靭だとしたら、じゃあ八番さん釣るよ。釣れますよねって話なんだけど。なんでそこを八番さん手をかけずに俺が九番に絞るのかわからない。うん。まあ七番さんに限ってはまあ考えた方がいいよ。護衛先は任せるから。うん。一番さんにペースに乗せられない方がいい。4残しときたいな。六番さんに限っては純粋に一番さん占った方がいいと思ってる。これで白だったらまあ申し訳ないねとしか言いようがないけど。だって一番さんに言ってることめちゃくちゃだもん。で、三番さんに限って俺か九番さんっていうの。なんでそんなに8番さんに触れないのか俺分からないなと思ってんだけど。うん。純粋に8、3狼なのか、それか。4強靭これ。3番さん強靭で置いた8、1狼なのかって話なんだよ。4強靭あるな。うん。そこなんだよね。はい。もう俺1、3狼で思考ロック開示してんで、もう、うん、8番さん釣って、もう1、3ってか釣り切ればおしまいでしょ。うん。6番さん芯に見えてるもん。はい。それだけですね。もう弁明っていうか、もう見抜いてるんで、はい。以上ですね。はい。6の新要素って何のプレイヤーは発言してください。発言してください。4番がさ、たとえ村で、68とか69で、今日狼落とせなくて、6が1に黒って言って、6が狼、4番村、でそのまま4番が思考ロックして1投票しちゃったら、やばいから4落とした方がいいかな。
俺は単体だけで今日は落とし1決めたいと思ってて、4番省いたら俺は9番が一番言ってる内容がおかしいと思う。2番がすらしてよかったって言ってたんだけど、俺は6番が何言ってるか分かんなかったけど、俺正直こういう新占い師もいると思うから、6の新ケアできるのって占い3仕様盤面だから、2番がすらしてよかったって普通思わないと思うんだよね。6が新だったらどうすんのかなって思うから、6が残念占い師ケアできるのって占い3仕様の盤面だけだから、2番がすらしてよかったっていうのは多分人外思考じゃないって思っちゃう。だから9番、率直にストレートであるのは9、3、狼、6、神とかあるかもしんないから俺は9番落としたかったけど、4番、狼っぽくはないと思うけど、あんまりそのまま通らないかな。ケアっていうことは2戦目で見てるわけでしょ。あ、別にいいんだけど、6番は絶対1占ないでいいと思うよ。1番が白だったら白でめちゃめちゃでかいし、黒だったらまた考え直しができるから、俺は6番は、なんか個人的に黒いと思ってる位置より、1占いの鉄板でいいと思う。4番も気になるけど、どっちも気になるな。どっちの色も見たいんだけど、どうしようこういうとき。か、どちらにしようかな。神様の言う通り。9番。6番のプレイヤーは、発言してください。まあ、現状この4番さんがね、まあ確かに私にすり寄ってるっていう目線も、ないことはないんですけど、ただ私の方を信見てるじゃ正しいですよ。私が信なんで、まあそれはいいんですよ。ただ3番がですよ、俺。まあ、囲ってるかどうかは一瞬にはちょっとないように見えたんですけどね。ただここで1番がですよ、明らかに4球に、8にほぼ触れないんですね、俺。1番。この点が黒いですね。まあ、8番について私の方もなんかその、まあ、2セットは言ってないけども、はっきりは言ってないけど、色を落としてないと。となると、私みたいにこの4番さんがもし仮にですよ、3、4で、プロデュース値がこういう風にやってたとしたらですよ。怖いですよね。3、4、黒でも、1がもし白で、4番目線3が描かれたので、ちょっと待ってね、これ。そういう目線もおったんですけど、まあ、それをおったら、ね、申し訳ないんけどね。まあ、ただ3はローなんで、このラインが、まあ、ただ8番には触れてないんですよね。8番さんどう見てるんですかね、これ、占いを。まあ、ただ、2周目発言ないんだよね。私目線はですよ、これ。ああ、8に触れてたくね。まあ、4番が白だとすれば、まあ、9番ほぼ来るでしょうね、これ。ほら。3、4か、3、1か、3、9でしょうね、これ。8番に触れてないと見ようがあるけども、8番が全くわかりませんね、これ。わかんないのに。3番目線は8番はドンって。なんで8軸で考えるの？私はこの8番でもいいかなと思うんですけどね、俺。いやいや、ただですよ。まあこれ9番さんが単体で黒い。単体で黒いですね、俺。はい。7番のプレイヤーは発言してください。はい、なんか俺に叩きを入れた8番さんがちょこちょこ話題に上がってますけど、8番さんに関しては俺は別にいい、俺別に間違った叩きを入れられてないかなと思ってるかな。ちょっと時間がなかったのもあるし、発言順位とかその辺間違えて適当に占い触れちゃったから、8番さん目線俺がちょっと臭くなるのはまあその通りなんだよね。で、俺6番さんの目線が全くわからん。3、4ある、3、9ある。で、8番さんを釣りたいって言って、3、8は見ないのかな、6番さん。8でいいんじゃないかなって言ってたけど、ちょっともうなんかわからん、いろんなとこ言いすぎて、6番さんに関しては。だからちょっと6の芯は今んとこ、6の芯よりも3の芯が若干高いかなと思ってるかな。で、4番さんに関しては俺1周目、暴論近い感じで2番さんの芯を切ってたから、4番さんローだったらあんな行動はしないかなと思って見てたんだけど、4番さん目線、6芯だ、3二世6芯って言ったけど、6を芯だと思見た理由が4番さんからはなかったし、で、8を釣り押す、8を落とすって言ったね、確か4番さんは。ちょっと俺の把握漏れだったら申し訳ないけど、4をこう見たで、その理由もその肝心なところが4番さんから聞き入れてなかったかな、なんか勢いだけでブワッと話してた感じ、で、
で、俺目線、1番3は今んとこ黒くは見えないかな。3、1の黒、その、かっこいいみたいには今んとこ見えてないかな。1番3の発言に関しては。特に怪しい要素は拾えてなかったからね。で、怪しで、9番3もなんか、1と5がどうのこうのって言ってて、まあ、みんなが言ってくれた通りなんだけど、1番3が怪しい。あ、9番3が怪しいな。まあ、どっちかに入れます。ちょっと、任せ。投票を始めてください。ありえん！ほらじゃないべ！ 9 は、いや、ムラな気がするな。黒で4発白い1号かどっちか。いや、ないと思うな。4も残しときたいな。やっぱ5、6じゃね。これは4釣りになるか。4番のプレイヤーは発言してください。まず言うんだけどさ、はい、俺を何として釣るの？ムラ目線俺に入れた人たち。うん。何度も言うけど、サンバサのシーンだけはもう追えません。これでさ、3、4に見える6番さん。3、4だったらマジでやりすぎ。このライン切りはさすがにやりすぎだと思うよ。そしたら3番さんっていうのはさ、普通に9か8に入れると思うんだけどね。それでも俺の狼って思うの。うん。2番さんも入れてるけど、悪いけど俺がもし強陣だとしたら2番さんの太鼓絶対負けてねえからな。それだけは言っときますよ。絶対負けないからね。2番さんっていうのバチクソ村目線叩かれたじゃん、5番さんっていうのさ。でも6は9に入れてんだ。うん、それだけは絶対負けてないからね。はい、それだけは言っておきます。2番さんで弁明以上です。で、あとは、あ、7か。まあ7番さんに入れちゃう、なれば仕方ないんだけどな。うん、1番さんの発言もめちゃくちゃおかしいもんだって。8番さん強靭で見てる。じゃあ、一番さんのその9番さん何を釣るのかって話なんだけど。これ普通に村で殴り合ってるとしか思わないんだけど。うん、9番さんが狼だとしたらさ、誰が相方なんの？まず。うん。あ、放棄でワンチャンなわけだ。3しかないと思うんだけどね。強ムーブ。うん。9番さん釣って、もし白結果だとしたらさ、これ正直がこいつとしか思わないんだけど。確かにな。8っていうの狼正直、どこだっけな。3、8っていう選択もあるけど、でも3、8にはあんまり見えないんだよね。9番さんが白結果だとしたら、もう明らかに1、3がこいしか俺ないと思ってる。6番さんの方が圧倒的死んだよ。考え直したら、って話なんだけど、俺が強人だったら絶対2の強人負けてねえからな、本当に。真勝ち取って、残してほしいくらいだよ。9番。のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。まず、まあ、4番さんに一応まあ、4番さんを敵視して言うわけじゃないんだけど、ごめん、僕は昨日というか今日4番さんに入れさせてもらいました。それは僕自身4と8から黒要素が取れていないんだけれども、それ以上に自分が白だと知っている状況で、僕が今日釣られ、なおかつ三陣街を残すっていうことが一番最悪のパターンだと思ったから。それは2番さん自身が、明日色結果は見れば分かることなんだけれども、ただその結果を見た段階で明日占いの決め打ちをしなければいけないと思っているから。でなおかつ、僕はどちらかというと3、6で見たときは3進で6、2世だと思っています。でこの状況で4、8ここに、黒が、はっきり言って僕目線見つからないので1か5どちらか。ただ、4番さんが取ってくれたように、1よりは5の方が黒要素はあると思っていて、5番さん2周目の発言で6番さんを、こんな話し方をする残念占い師もいるっていう話で、3番さんの出方としては、2番さんに白をもらっている状況で3番さんっていうのは、1に白を打ってるわけです。盤面的に1周目4番さんっていうのは3の芯を盲信していたけれども、3番さんが狼で囲われていたにもかかわらず、3芯を懸念して3芯をかもしくはスライドを懸念して出るっていうのは、あまりにも僕は、狼であれば弱い動きだと思っているから3番さん芯で、6番さんにせかなと思っています。6番さんの精査で3、4が追えない。でなおかつ3、1ないし3、9でも3、4もあるかな。なぜ8だけ除外しているのかっていうのが僕は分かんない。いや、それが視点付けしてるのかなと思いました。投票なしで勝つのはちょっとなまあ、4番さん狼だと思ってないけど、僕は4番さんに入れさせてもらった。それはごめんね4番さん投票を始めてください。いや悩むな。
放棄しても4つらです。ありえん。オラじゃないべ。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。まあ明日、2番さん自身の結果で分かると思うので、そこで、別に考えを改めろとは言わないけれども、まあ、思考の転換をしてほしいかなって思っています。で、4番さん目線も僕は4番さんを村だと思っているから話すけれども、3-6 で見た時に3番さんが白をもらって、陣外側で占い師を出るっていうのは考えにくいから、4番さん自身は確定的に6を死んだって見てるけども、まあそこをちょっとまあ僕の遺言で考え直してほしいかなって思っています。そのぐらいかな。だからあとはもう託すしかないんだけれども、僕は4-8に黒がいるとは思えない。だから1か5のどちらかに、囲われていると思うけれども、この線が濃いかなと思っています。以上。夜が来ました。目を閉じてください。投票放棄した方がよかったかな。どっちみちでも4に集まれそう。投票放棄した方がよかったのかな、の星で。またと考えるか。まあまあまあ、また考えよう。集中しよう。もう投票しますまあ、4に集まりそうだったしな。4自身が朝が投票だからな。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。クロス占いの黒黒か。どっから話そうかな。まずじゃあ5番さんから振りようかな。5番さんっていうのは結局、4番さんのことはやばい人って言ってたよね、簡単に言うと。で、4番さんが残ったら困るみたいな発言だったよね。でも5番さんって、結局4か9で迷ってたよね。4か9で迷ってて、で、結局どちらにしようかな、急ずりってたよね。でも5番さんの視点って、4番さんがもしかしたら村かもしれないって可能性があるわけでしょ。だったら、まあ明日は、まあほぼほぼクロス占いなんだから、両方疑ってて4番さんの方がやばいって思ってたら、4番さんを落として、9を占ってもらった方が丸いんじゃないって思ったけど。でも、思いませんでしたかね。あ、でもそっか。まあ、2日目決め打ちだもんな。いや、にしても、これでも両方とも怪しいんだったら、4を残しておいた方がまずいんじゃっていうのが普通の思考になると思うんだけどな。で、それから、6番さんに関しては、1級が、確か1、誰だか忘れたけど、1級が8に触れないんだよな、8に触れないんだよな、つって、なんで8軸で考えてるかさっぱりわかんない。8を何で見てるので、結局8釣りでもいいって言ってて、9が単体で黒いって言ってたね。なんで8軸で考えたのかが謎すぎたね。もう発言が全く神明が取れる要素がなかったかな。ですかね。1番さんも言ってることもおかしくなかったし、3番さんも神明高いんじゃないかな。1番のプレイヤーは発言してください。昨日の発言聞いてて、4番さんが2周目でガラッて変わったから、4って強人かなって思っちゃったから、俺4、8どっちかが強かなって思ったから、5番さんが言った通り、5番さん視点で一応3がローの可能性もあるから、間を取って9番さんの色を見とくべきだっていうのは結構納得ができたんだよ。だから9を投票した俺はね。
圧倒的に4番さんの共鳴っていうのは感じられたから。うん。ただ9番さん結果白ってことで、多分4もこれ白だろうね。おそらく6が強の可能性は絶対ないと思う。5、6、ローローだと思ってる。正直5番さんの黒要素っていうのは挙げれないけど、昨日9番さんが釣られてる状況で、俺もね9番さん黒と思って釣ったんだわ。4と8がどっちか強だと思ってて、5番さんに関しても9の、今日は9釣るべきっていう思考は俺と一緒だったから、まず5番さんは囲われてないんだろうなと思ってたから、9を黒目で落としてたから、今日ってこの結果で9が白ってことは9はもうほぼ村だと思ってる。だから、9に投票しないのがもう白いかなって思ったから、結果それぐらいかな。9に投票してたやつが黒い。ってぐらいかな。俺も投票してたんだけどね。めちゃくちゃだ。現状これ5の黒要素って挙げれないけど、村目線って一応まだ6の強っていう可能性も残ってるんだ、俺目線ってね。5、6、ローローだと思うけど。だから、今日に関しては1、5の欄でいいと思ってる。両方お互いの占い師が黒、黒で出してる状況だから、今日は1、5の欄で、今日は5に行ってくれかな。うん。昨日4番さんにはすまんけど投票する気はなかった。4がローンと切って絶対弱いムーブだし、圧倒的にこの状況で1周目からでも3番さんの出方ってかもう新目がバリバリ高かった状況で、4番さんが手のひら返してまでする行為は狼じゃないかなって思ったが、4には投票しなかったんだよ。投票の話なんてどうでもいいんだよな。それだけから4に投票しなかった理由は。今日はご投票で。2番のプレイヤーは発言してください。まあ1の9投票は、狂人を釣らないで狼を釣りたいっていう、そういう宗教に入ってる人なんなら、まあ納得できるかな。5番の方が納得できないな、9言ったの。昨日4番さん、に行くみたいな発言してたし、4強人っぽいみたいな。だから4強人っぽいと思って4を釣るみたいな感じの言動だったから、だったら普通に1番さんのそういう宗教でもないんだし、普通に4行っていいんじゃねって思うから、4の発言って圧倒的におかしくて強人っぽいから。だから5番の方が黒行くねって思う。一番そんなおかしい発言ないと思うし。5は9になんか残念シーン考えないのは人外してみたいな言ってて黒要素上げてたんだけど、それも全然納得できなくて、5番に。なんか、普通に、新目高い3番、新っぽい人が新目高い状況になって、喜ぶんじゃないかな、普通に。なんか、そこで黒塗りするのよくわかんないし、なんか目線をフラットに戻そうとしてる感じがして。だから、5番黒かなって思うんだけど。6番は発言意味わかんなくて、1が8に触れないから黒いみたいに言ってたんだけど、いじって8に強人っぽいって言ってたくね、触れてたくねってのと、なんかいろんな狼ペアセット言うのも意味わかんないし、あと何言ってんのか頭に入ってこないから、もう6が死んだら負けかなって、3も死目高いし、状況的にも3死っぽいし、6何言ってるかわかんないし、5の方が。いやもう5に行くしかない。いやでも4がいるんだよな。3番。のプレイヤーはムードメーカーで、まあ、5番さんがなくて黒が出てますね。まあ、昨日4番さんに僕は8番に触れてないって言われたんですけど、8番さんって7番が狩人へ出る前結構あの怪しい発言してて、僕も7番さんに対して疑問視してたから、8番さん白いんじゃないっていう発言を落としてるから、その触れてないっていうのはちょっと違いますね。で3、1は9番さんか、まあ、4番さんって上げさせてもらったんですけど、5番さんって昨日の時点ではかなり白く見えたから、8番さんと5番さんってね。で、まあ、4番さんに投票したわけなんですけど、まあ、4番さん、僕のシーンが一切ないって言ってるんですけど、まあ、この村目線で考えてほしくて、私のシーンが明確にないって言ってるのって4番さんだけなんですよ。で、4番さんが強人なりでそういうこと言ってるんなら別に、まあ、しょうがないなって思うんですけど、村人だったらちょっと考えてほしいなっていうふうには思ってますね。まあ1番さんに黒が出てるわけなんですけど、1番さんって5番さんの黒要素上げられなくて、私目線っていうのも5番さんの明確な黒要素ってそこまでないなって思ってるんですよね。まあ強いて言えば9、3、ローで6進っていう視点を昨日1個上げられてて、私って釣り位置4番か9番って明確に言ってるわけなんだから、9番も含めるんだっていうふうには思いますね。なら4番さんが言うような3、8のラインとかの方が、ご視点見えやすいんじゃないかなって思いますけどね。3を2世軸で考えるんだったらね。まあその辺かな。1も5の黒要素上げられなくて、3もそれくらいしか実質思いつかないんで、まあ仮に1、3、ローだった場合っていうのは4番に黒を打った方がはるかにやりやすいですよね。普通に。ラインもわかりやすいし。4、6で追わせた方が勝算が高いかなっていうふうには思いますけどね。そのあたりから判断してほしいかなっていうふうに思います、ね。3黒でも5黒の方が。まああとは6番さんの発言かな。なんか、
9が単体で黒いって言いつつ、8も、8怪しいって言って、なんか9も単体で黒いんだよな、みたいな。かなり視点がぶれしたところ。で、3、8っていうのも、なんかよくわかんなかったけど。4番。いや、これわかんねえ。このプレイヤーは発言してください。どっちだわかんねえ。はい、今の発言聞いたら3番さん偽ですね。はい、6番さんの発言かなっていうのは、改めて6番さん 100% 偽でしょ？はい。もうこれ3番さんのシーンが追えるはずがない。あのさ、2番さんに関して何度も言うんだけどさ、あなたっていうのさ、まずスラしたでしょ、レースラー。そしてさ、俺が狂人で出たらさ、どう2番さんって答えるの？村が2番さんに叩かれるだけだよ。まずスラした理由も言わないといけないし。俺が出てきたらさ、爆上がり村っていうのは信用できると思わない？2番さんがもうそのね、出てきた理由。うん。何度も言うけど、俺狂人で置くのもうやめてくんないかな。うん。で、そしたらさ、二番さんがさ、レースラしたらさ、俺絶対出てくるよ。で、二番さんっていうのはスラプラス、で、それで、俺、つってくれとしか言いようがないじゃん。だって俺の言うよさ、したら二番さんの二世とかね、スラした理由とかね、釣り逃れ、まあ、釣り逃れっていうかね、三周だったからさ、新郎ローとかさ、そういうの重ねて言えばさ、二番さんに今日集まると思うんだよね。それが俺、狂人っていうかない理由なんだよ。はい。それだけですね。一番さんっていうのは、まあ、昨日の時点でもう、なんて言うんだろう。5番さん黒ってないのが、まあ、ありえないと思うし。だってさ、8番さん教授で見てる発言残してるし、俺か9番さん釣るっていうのは発言はないと思うし。1番さんっていうのは6番さん偽で追ってるじゃん。じゃあ5番さんの囲いはないと。いや、この人はなぜそこが追えないのかわかんないし。5番さんはさ、まあ、今のサバさんの発言聞いたら失言レベルだと思うし、6番さんの発言しないって言ってるし、占い師目線じゃないんで。今日は1番さん投票します。負けたらすいませんでした。5番さん投票します。そうだけどな。のプレイヤーは発言してください。まあ3番が6番の白先の俺に黒打ってるから3番の狂人も一応あるかなと思ってて、そのケースだったら18のがあるかな。さすがに4番がここで14で1投票するっていうことはしないと思うから、戸惑いすぎるからね。あの2番とかね、9番が言ってる3番が黒だったら占いで出ないですっていう論ってありえないと思うよ。発言が8番から始まってて、後続の4、5、6、7で、4人まだ喋っていない人がいるから、3番が狼で、2番から白もらってたら、2番のスラか、てか2番がスラだった場合って、ほぼ平和村になるから、めちゃめちゃ不利な状況になるから、2が狂人で3が黒だったとしても絶対出るし、2がスラ、3が黒、2番のスラが透けてたとしても3番絶対出るよ。だから3番が2番から白をもらってるから死んだって言ってる人は、まあそういうゲームしかしたことないのかなと思って。いや、それあなたじゃね？あと3番が、それは5だよ、8番の黒を打ってる5番がおかしいって言ってたけど、3番さんって1白昨日見えてたんでしょ？で、俺を白く置いてたんでしょ？で、4番黒軸で昨日考えてたのって話だから、俺のこと白置きしてて、なんで俺が8のこと疑ってたら俺黒くなるの？俺のこと白っぽく見てるんだったら、俺と疑い値一緒じゃない？いや、わかんない。あと2番にも言いたいんだけど、あの6、3のスキル差が、あの平等じゃない状況で、強靭だからほっとこうっていう進行するの当然だと思うよ。4番つって4番が強靭で投票したとしても、6が死んだった場合、そのまま負けちゃうから、6、3のスキルが結構、6の方がスキルが低い状況だから、狼目がある位置に投票するの当然だよ。6番のプレイヤーは、発言してください。まだ私の信用と言いますけどね、これ。5番さんがですね、これ白出てるんですけどね。西見で私に対してなんか、殴ってないけど、なんか信用だけでしてた。4級でめちゃくちゃ悩んでたぞ。非常に興味な発言してるんですよ。3、1、5の5級。人中目線もあるんですよ。4番さんがまずこれ人外だって狂人とかであったらね、占い師量もないと思うんですよ。だから単体で黒いのは8期だったんですよ、昨日。で、1か8です。迷いましたよ、これ。3の相方たちの8も1も両方あるんで、これ。うん。そういう目線で追ったんですね、私。だからこの3がこれ5に誤爆してですよ。狂人に黒を打って、するのもワンチャン今の発言で5番さんにはそう見えましたけどね、私の審査下っていうのがね、不当なんだね、これ。536、まあ、これね、だからね、この4の強陣地でもほぼないですよ、これ。ないない。9番地のあったんですよ、表面の。
13とか56とかいろいろ言ったんだね、これ。4番3っちゃ、これ、確定でこれ3、1、2セッチことを運動してるんで、強振ならまず言わないでしょ、これ。だからその目線で3、4のライン切りか、プロレスカッチを疑ったんですけど、ここで1で黒じゃんね、ないです。ない。なので1の強振じゃ絶対ないんだよ、これ。黒なんで、これ。5はわかりません。ただですよ、これ。言ってんだ。私見せるんですよ、これ。もう3のローっていうのはほぼ確定ですよ。5番さんが今3を強振を切ったのがよくわからないんですよ、これ。ああ。なんで5を殴ってんだ？まあこれ4番さんの言った通りですね。これ興味ないんで、今1番言ってください、これ。1番落とせば1人が取れます。これ8番さんにも言っときますよ、これ。いや、マジでわかんねえ。投票を始めてください。情報にセクセー。1に関しては5、6の話一切しないし、3に関しても、5、6が来るのそのままでしょ。3も5、6の話してないんだよな。え、5行こう。どっちだと思います？ 5 と1。5番のプレイヤーが選ばれました。バランス釣りしてー。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、まあ、こうなるよなー。普通に6番さんもう喋んないでくれと思って聞いてたから。でもこれが、うん、この切り方がってさ、昨日の段階でさ、4番が1黒思考ロックしてる状況で、6番が狼、4番が村の時、1に黒って打ちやすくなっちゃうから、その思考やめた方がいいよってまで落として、6が1黒打つって、だいぶ連携取れてないと思うけどね。まあ、6がこれだから、まあ、死んだったらいいだろうっていう判断だろうけど。まあ、発言中は言わなかったけど、正直俺4番さん強人かなって思っちゃってるから、もう負けっすね。6番さん。だね。まあ、しょうがない、これは。誰も悪くないわ。夜が来ました。目を閉じてください。間違えても僕構わないでね。新神だよ。あ、そっか、4がロックしてんのか。これワンチャンある。確かに。もう強靭ムーブしちゃうか。3、どっちがいいかな。1、3だったら3にセットってんだよな。4には触れんといこうか。もう5にも触れんとくか、13にだけ触れるか、それがいいよな。あと4をちょっと味方につけて、でもな、4は8黒っつったんだよな。4は8黒って思ってたろ。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、なんか相変わらず4番さんになんか芯がないとか失言したとか言われてるんだけど、僕って失言しましたかね。1、8番さんに聞きたいんですけど。いやー、勘弁してほしいな、本当に村人だったら。まあ、強人だと思うんですけど。はい。6番さんのシーンで4番さんが村だったんだけど、それでも追うの、本当に。だって6番さんってなんか昨日僕が5番さんに黒を出したら、なんか、強人に誤爆したうんたらとか考察してるんですよ。新占い師でその目線出てきます？なんか、強人にうんたらで。シーンを下げに行ったとか。1番さんの駆動要素も全然上げてないし。強靭ならしょうがないなって思いますけど。はい、6投票でお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。もう、8番さん強靭踏まえても6番さん投票入れることだけしかできねえじゃん。おお、ちゃんと考えてる。5、6？ これ。
もう1、3だとしたらさ、初陣地の段階でさ、俺が気づいてたじゃん。まあ、1、3じゃなかったら申し訳ないけどさ、それを裏に断じて謝るけど。うん、まあいいや、もう時間もなんだし、もう回そう。6番さ、行こう。6番。いや、冷静だった。プレイヤーは、プレイヤーは発言してください。これなんですよ、これ。結局、この3、1どうなんです、これ。ここで、その、5番が強靭なのか。果たして、この4、8にその強靭がいるのかって言うと、また星座が違うんですよ、これ。まあ、9番で落ちてる可能性もあるんだよね、強靭が。ただ、その5は強靭という可能性もあったんですよ、これ。私の不当な審査げっていうのは、これ。どんなことですよ、これ。この1番落とすしかないですよ、これ。3、1どうっていうのは確定してるんだよ、これ。明日精査でしょ、これ。ごと9で強靭落ちてるってことなんですよ、これ。PP っていうのはないんですよ、これ。絶対ないですよ、これ。ない。安定で1でしょ。私言ったらもう3、1でこれもう、労働で終わりですよ、これ。私の何ですか、これ。8番が確かに5番に入れてるんですけど、これ。ワンチャン強靭もあるっていう目線おったんじゃないですか、8番が。うん。最終日に PP になるのが怖い中面で5が来る出してる以上ね、これ。ただ3-1ローなんで今日はもう3番が1番いってくださいよ、どっちか。うん。私目線も1じゃなくて3でもいいです、3。3。もうこれ統一しましょう、これ。うん。3落としです、これ。そして3落としてですよ。明日精査でしょ。うん。それしかないでしょ、これ。ごと9で確実にこの一陣が落ちてるんですよ、強靭らしいものが。今は3番です。安定で3番です。8番のプレイヤーは発言してください。いや、めちゃくちゃ迷ったんだよね。めちゃくちゃ迷った、昨日は。マジでわかんなかった。なんかで、ね、全員クロック。思えたんだよね。一番さんに関してはさ、昨日、なんだっけ、投票した理由の話しかしてなかったの、ずっと。9と、9は、なんか村だと思ったとか、なんか、なんだっけ、9に投票したやつが黒いとか、で、4に投票しなかった理由とか言って、多分4を、味方につけようかなって思って、ってた感じの発言だったんだね。そんな暇はないんだよね。投票理由はどうでもいい。だって9も釣られていて、しかも黒黒なのよ。2、1、5が黒黒なのに、5、6の話全然しない。特に6の話を全然しなかった、一番は。でね、5番さんはさ、遺言で、4番さん聞いてほしいんだけど、5番さんってさ、遺言でさ、なんだっけ、2が3に、白出したじゃん、最初ね。で、の段階で、3が、狼で出てくるはずないって言ったんだよ。ん？違う？ん？どっちだっけ？まあ、とりあえずさ、5番ってさ、最初さ、4番さんと同じようにさ、2番さんをさ、偽で見てたのに、結局さ、2を偽で見るやつがおかしいみたいな話してたのよ。それってさ、矛盾してないと思って。4番さんがさ、結局さ、4番さんって結局、自分強靭じゃない、強靭じゃないって、しかも2ぶったたいてんだよね。4強靭には見えないんだよね。なったらなんか5が強靭な感じもしてきたんだよな。で、3番さんはさ、結局、黒要素上げてないって言うけど、あなたこそ黒要素上げてないけどね、と思ったね。3いきます。1番のプレイヤーは発言してください。いやいや、今日3っておかしいだろ、8番さん。うん、今日の発言聞くんだったら、8のが強靭にしか見えないかな。絶対4強かなと思ってたけど。まず、5の黒要素は上げないけど、6の黒要素は100ぐらい上げられるから、まず、6に関して言うと、1、3、ローローだったら絶対強って、苦味なんかしないんだ。さあ行きます。ね。1、3、ローローの場合って、9の強って100%ないよ。9番さんって投票で4言ってるからね。9がもし強靭だった時って、黒く見えるグレーどこかなって言ったら4だからね、絶対。行動的にも。だから9の強めってのは 100% ないと思うけど。昨日5つった時点で6つられても仕方ないって進行と。1、3、ローローのだった場合って、絶対に5を釣れるじゃん。だったら2に、
5の色を見さして6を噛むんだよ。そしたら、狂人いる中で今日は狂人さん一緒に2を投票して終わりましょうねって言えるからね。2噛んでる時点でも5は黒なんだよ。うん。4番さんが今日6って言ってくるんだらいいと思うけど、結局6番さんって、1、3の話しか聞かなくて、1は黒だ、3は偽だって言ってるけど、だったら4目線で6の新要素ってあげれるの？5 の、 あの白要素ってあげれるの？発言も聞いてないけど。そこなんだよ、4番さんのずっと引っかかってた子ね。うん、多分今日の感じで今日が8が3っていこうとしてるのは明らかおかしいから、だったら8の方が興味があったかなと思うけど、今日に関しては絶対6投票ね。以上です。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。1さんじゃね。5の言う通りあまりにも連携取れてなさすぎだと思うけどな。3いけ。4。6番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。いやー、普通にストレート勝ちしてしまった。まあ、苦味の精査はもう5に投票した時点で分かんなかったな。マジで俺、5番さんマジ白く見えてたからさ、4球で終わると思ってたんだけど、ごめんなさい。5のクロースを上げられなかった。いやーごめんなさいね、5番さん。いや、めっちゃ悩んじゃったなぁ。6、残念占いに見えちゃうか。いや、なんかね、その、5番さん、5、6だったら残念占いって言葉が、まあ、他から出たとして便乗するんだったらまだわかるけど、5番さんから出たからなぁ。なんかそこで迷っちゃった。5でしかもさ、スキル差があるみたいな話をさずっとしてたからさ、そういう切り方はしない。もうああいうしか、そういうああいうしかないかなと思って、ね、あーそっか。ちなみに4番さん、どこが失言なのそれ。弁明するとね、まず3番さんっていうのはさ、まず5番さん黒見つかったじゃん。6番さんの発言次第っていう時点で、まず3番さんっていうのはさ、もう6番さんに対して言ってるから、これもうシグラナシ目線じゃないなって思ってたから、3番さん2世で見てしまった。それが理由です。はい。よくわかんない。まあ6の発言次第で、村が予想拾うかもしれないし。失言ではない。6次第で試合決まるのはそうだから、別に6次第ってのは間違ってなくないと思うんだけど。まあね、もうこれもう勝っても負けてもいいから、6番さんつってもこれ13狼だったらもうお手上げだもん。